そういう人なんだ。誰もいない。ひらだら球で始まります。はい。大丈夫ですよ。なんでこんなんだろう、沈黙みたいなね。ね、たまには。うん、ちょっとアドレス。どれぐらい黙ってられるか。いこう。最長いけるよ、20分ぐらい多分。いけます。ずっと。絶対いける。ずっとみたいな。相手の声があればあれだけどね。反応見れないから。さっきなんか声入っちゃってたんですかね。なんか変なこと言ってました。なんか聞こえたのかな。いやもう声入ってるってなった瞬間、葵さんすげえ。テンパりまくっちゃってね。いや、あの そんなに変なお話だ。違う、やっぱあのあれだ、スイッチのさ、オンオフが俺激しいからさ。変なとこ行ってたの。行ってない、行ってない。これ始まる前になんか音声がちょっと入ってたらしくて、うん、それで葵がもうめっちゃ焦ってましたね。焦ってない、全然聞こえてたらそれ書いてほしいぐらいですね。何喋ってんの。何も言ってない、ただ、うん、ただあれ、ただ、なんて言ったっけ。じゃあ行きますか、今日のワイン。テルネルノーチェメルロ、イタリアのワインです。いやいただきます。まあスクリューなんでね。スクリューなの。いや、あのね、安いでしょ、スクリューってことは。いや、スクリューの方が状態はね、長持ちするんですよ。ちょ、開けられないっす。え、なんでなんで滑る、なんか滑る。全然滑らない。あ、テンパってるな。テンパってない。汗かいて、汗かいて、汗かいて、もっと汗かいて、汗かいて、何悪いことしたの。何もしてないよ。何かしたんでしょ。してないよ、もう。したな。痩せたわ。うんうん。え、ないアンパンマン。アンパンマン。え、俺ですか。そう。清丸くんね、痩せたよね。俺痩せました。うん。今何トン。だからベルトの。だからさ、もうあのダイエットする必要ないよね。いやいや、俺もあのなんで仕上げますよ。あ、こっから。こっから。ああ。宣言しよう。じゃあ土曜の夜に皆さんと、じゃあ乾杯で。乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。あれ、あれ飲まないの？禁酒なんやと。いや、びっくりした。もう本当みんな元気ですよね、営業前からと。やべ、スイッチ入れていかないと。あ、勢いあったけど。あー、やっぱ冷えてると、うまい。まあ、安くてもうまい。うまい。値段じゃない、値段じゃない。安いでしょ。ある程度値段わかるよね。味でわかるね。どうせ安いんだろ。ソムリエ。あのね、味は安さじゃない。ちょっと違う。あの、ニコ生苦手な釉薬が喋るからどうしたのかな。なんか、もう切り替えていこうと思う。なんか、涙目になっちゃいますよ。いつも。いや、釉薬が緊張って、あれ、ネットが怖いんでしょ。ネットは別に大丈夫だけど。いや、釉薬さっき言ってましたよ。何、何、相手見えないから。あー、言ってましたね。もっと書いてほしいですよ。わかんないから。めっちゃ書いてくれてますよ。それも見えてなかったけど。いや、もうバンバン喋った方がいいんですね。やっぱね、グループナンバーワンですから。そう、あ、そう、グループナンバーワン。そういう上げられ方が一番似合うぐらい。キラキセニー、グループナンバーワン。ありがとうございます。もう、すごい、ぶっちぎりでしたね。いや、そんな金額言っちゃいます。いや、もうフリ、あ、おじさんの家と。危ない、おじさんと言いましょう。むしろ犠牲者。どうですか、ナンバーワンって。やっぱモテますか。いいっすね。いいな、いいな、いいな。モテるかどうかあんま分かんないですけどね。いいな、いいな。来てくれてるお客さんたちにモテてると思いますけど、はいはい。そっから先はね、もうやっぱり逆にプレッシャーかかっちゃうんで、今の状態。いや、送りもバンバン送り取ってない、だって全然一番取ってナンバー、ナンバーハギ得して。ほら、言ってるよ、いい給料。あ、これいい、これいい給料。それ話しとけちゃったけど、送り、俺は一番、俺は取りまくってる。絶対もらえない。全然見てねえよ。俺も全然見てないよ、俺送りなんて。なんか、でもあのミーティング中ぐらいだから、相当もうなんか。あなた送りする人なんて、なんか俺らと全然違うような感じの人だから。多分ね、みんなね、ついてない時に、俺たまちょっとついた時に、多分、いただき、多分ね、あんまついた人がいないんだろうね。
4、5人しかついてない時とかに選択肢がついたホストが4、5人しかいない時に、なんで今日は強気じゃないの。この間、俺はすげえ取ってる強気だったよ。ミーティングだったよ。すぐ怒る。選択肢知ってる。え、選択肢、バカリズムさんのやつですよね。選択肢、選択肢、あの人生の選択をして間違っちゃったらタクシーで、あ、そうそう、お金払って戻れんすよ。10分10分単位やってくるみたいな振りじゃないと思うね。うんうん、あ、そう、あれ広がんないな、広がんないな。いや、いい、ちょ、拾っただけ。まあ、でもしょうがないです、あの葵さんに振っちゃったんで。そうだよ、そうだよ、それはね、それはもう俺に振っちゃったらもう着地がどこで止まるか分かんないんだから、もう。え、いいな、最高。あれ、ゆうやくんの話戻しますか。でもいいよ。そうですね、やっぱりやっぱりめったに出ないからね。忙しいのにこう来てくれてるらしい。今日なんか喋る気満々だし。違う、それはだからもともと言ってたじゃん、これ苦手だから、これ同伴入れ忘れたぐらいの感じ。かっこいい、かっこいい、同伴入れ忘れちゃった。入れ忘れ、入れ方違うな、入れ方違うな。でも調整はいくらだ、同伴よりこっち選べよ。そうなんだ、確かに。そうなんです。だよね。あ、今待ってる選手、こうかお客さん待ってる程度ね。で、ナンバーワンになって、なんか自分にご褒美とかないんですか。ああ、自分にご褒美、その振りちょっと悪いな。え、なんかな、なんか誕生日も終わったんだし、なんかもうだって日にちもなんかやらないですか、自分に誕生日プレゼント。自分にそうですね、そういうのあっても6月に時計とか買うの。そうそうそう、買わないですか。いや、もう完全に今2人で打ち合わせしたでしょ。してない、してない、してない、してない。旅行あるから、そこでなんか買いましょうみたいな。旅行があるの。あ、なるほど。そうか、動画で撮って。あ、時計ある。そうですね、なるほど。暖かくないけど、あるもん。ほら、いいね。それ売って、あれ、来月どこ行くんでしたっけ。来月は、愛知。愛知に、愛知に社員旅行。伊勢ね、伊勢神宮に。時計関係ある、それ。名古屋の街で。え、ここって撮った動画ちょっとピッて載せられたりする。載せれますよ。あ、じゃあ、だから OK ですか。ゆうや、時計を買う。すごい、いい、いい。ちょっと音楽もね、そういう感じでやって。君行ってってやつでしょ。そうそうそう、君行って。あれか、あれか。え、じゃあ俺買う、時計買うんだったら、もう一人ま、あの巻き添え。それもしゅんさんですよ。いや、それそれ、俺もそう思う。あの、時計壊れたんだから。じゃんけんじゃなくて、代表今必要なんですよ。必要なんで。俺必要じゃないのに買わされる。いや、それ別に代表は必要。はい。汚ねベルトしてるから、今日は。汚ねベルト。危ない、アバーでよかった、俺。ベルトは買うわ。ベルトは喜んで買うわ。本当に買うみたいになるから怖いわ。で、買って、刃もいつの間にか買ってるんですよ。そうそうそう。いや、でもね、周り買ったら言えば自然と買ったんだから。俺はだから、あの、アスマ君買えばその時計売って、その売った金額の時計買う。で、それ売った金額のやつ買う。で、それ長島スパーランドでつけて。あれ売ったらだからいくら分なのかな、売ると。まあ言わない。でも葵さんもやっぱカンパとしてそろそろ、そんなそろそろあれだね、ちゃんとしたの1本持っててもいいんじゃないですか。そんな時計に興味ないもん。いや、時計興味あるないじゃなくて、興味があるないじゃん。やっぱ取締役として買って。視聴者の皆さん、いや、だから買ってくれて、お金渡してくれたら俺勝手に買ってきてるから。あ、いいですね、いいですね。それどっか取って。興味あるものを、何かって興味あるものを買えば。あ、おじゃ、車。あ、車、いい。車必要ないよ。必要ないもん、この辺住んでたら。いや、青ちゃん、必要あるかないかじゃないんだ、さっきから。分かってないな。あー、もうね、ほら、こういうのね、無駄なこと大好きだもんね。スマブグループ本店いらねえよ。取締役なんか真面目すぎる。あ、それだったら車を、あの、なんだろう、軽とかすごいいらないやつを買う。そう、安い、安い。そう、それで買える。それをプライドが許すかどうかで OK だと思う。責任を持って。うん、なんか、そう言われてもなんかね、あまり何も思わない。何も思わない、車を。うん、車はダメね。まずね、他もないから、選択時計ダメ、車ダメ。ない、ない、ない。時計買った方がいいって絶対。時計はいいと思うよ。うん、興味あるないじゃなくて、やっぱ取締役だし。そう、名古屋でね、取り締まれない。なんか、そのなんか概念古くない。いや、スマップグループの本店としてやっぱりビシッとしてほしい、俺は。そうよ。うん、やっぱ下の立場の俺としては。だって、タツキだってドンとね。そうですよ。いや、そういうのをみんながやってくれればいいから。え？なんかそういうすごい感じのものはみんながやってくれる。すいません、すいません。え？だし、いつまでも笑ってねえぞ。オーダーの顔がついてる。あのさ、こっちで盛り上がってたら全然コメント見てねえ。あ、そうですね、見てなかった。あれ、G ショックってこれ？あ、違うのか。これ、あの、D1 ミラノってイタリアのカジュアルウォッチのブランドね。これは可愛いと思う。これ可愛いと思うんだけど、
2つぐらいあったら、まあ、ちょっとほら時計2つつけてんだから、そう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 、本田圭佑スタイル、俺だって本田圭佑スタイルだ、何それみたいなバカだよね、突っ込まれるよね。いや、なんかもう取り締まりだからやっぱこうちゃんと努力するぐらいはね、うん、いやなんかその役職で進んじゃうんですよ、優雅レベルなら人職ひどいひどい、絶対絶対俺のお客さん優雅レベルなら人職と思ってる、俺レベル、さすがに予約もう買うしかない。これを買うしかない。ないそうだ。あ、もう大事大事。青木さん、青木さんなんか自分じゃなくなって喜んでますけど。すごいじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。すごいから。俺レベルなら G ショックいいけど、G ショックに失礼だわ。いや G ショックもって言っても G ショックは可愛いですよ。ただ仕事につけたらないかもしれないです。あ、でもできちゃったらまたいいですけど。確かに確かに。アスマ感はってなってる。なんか違うな。違う違う。アスマは。うん、なんか違うでしょ。違うんだよな、アスマ100万以上あー面白い、いやそうだね、興味でも時計に100万以上ってね、めんどくさいのかな、あんまり、いや別に100万じゃなくていいと思います、全然全然7、80万で、7、80万でね、変わんねー、それほら、それつけてプール入りに行こうって、あーいいっすね、順番にトンネルで100万以上かな、俺も今思いました、10メートルくらいからピョンってトンネル、いいじゃんいいじゃん、最高最高、時計ね、懐かしい、カニおじさんってない、いや、俺カニおじさんでしょ、カニおじさんって俺なんで、なんで眠いのって思ったのか、全然ダメ、もう目金、あ、そっち系行く、金行った方がいいです、どっちしても上がるから、ほらそっち系にすれば、俺金のロレックス買おうと思ってるから今、金、いやなんでそんな困ったの、いや俺だろ俺だろ、おぎやはぎのさ下がんないし、あれなんかめっちゃ下がってたやつですよね、金のネックレス買えばいいよ、いらねえ、いらねえ、金のさ、あのスカイツリーの形の絶対いらねえ、全然いいよ、おぎやはぎでしょ、上がる上がる、金の指輪とか金のブレスレットとかいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、そっちの線いいじゃん、いいじゃん、金でいこう、金でいこう、だって、青木さんこのメンバーうぜぇ、株いや違う、青木さん、株じゃないですか、株券、新しい子たちが入ってきた時にやっぱ代表取締役絶対見るとこじゃないですか、トランバーは、そう、そこなんですよね、やっぱだから見られる意識をもうちょっと、いや、それはもちろん、もちろん、なんか2人やっぱ悪いですね、やっぱここで気づいたな、えなんか前、いや、なんでもない、いや、僕、いや、僕の店のためにもうちょっと飲んだ方がいいんじゃないですか、いや、そうやって、どうしたんですか、なんかさ、やっぱ寝てんの、眠いの、始まってる、やっぱり動画、始まってる、ワインでキャップとかさ、これまさかと思って見てたんすよ、いや、ワインいや、さすがに、ちょっと突っ込むの遅れたさすがだ、もうね、びっくりしたな、俺も衰えたな、突っ込むの遅れたもん、それ一緒、びっくりした、あ、そう、30歳の締めにいいこと言う、誰そうだ、30歳になったんだから、でも、とっくになってるよ、とっくになってるよ、今なんか自分だけ違うみたいな、俺じゃベルト買いますよ、え、キヨちゃんだってなったもんね、ベルトだけっすか、フェイスも、フェイスも変えたもん、フェイスなんで変えたいや、俺はちゃんと1本持ってる、こっちかい、ヤンパンマンさ、よっしゃ、俺もじゃあ、キヨ全開だね、え全開予約乗ってきてちょっと嬉しくなってきちゃったな、ちょっと酔ってきたんで、お酒弱いないから、あれなんか見るかね、なんか今日ね、ここだけでね、全然伝わってないからね、なんか身内な感じにね、いいなぁ、どんな音楽聴くの、どんな音楽聴くの、これはもうあれでしょ、ねえ、なんだなんだじゃない、ゆうくん何聴きます、あれでしょ、もう、あ、俺こんなにいても全然わかんないですよ、ゆうくんの音楽、音楽でもあんまミスチルあんま興味ないですもんね、ミスチルとか歌いますけど、その聴くと聴くじゃないもんね、ビッグバンとかじゃないの、今日ライブとかやってる人だって、今日あ、そう、あの、ファンのなんかやってるんですよ、ファンミーティングでしょ、そう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 、あー、なんかプロ野球みたい、ファンだけ集まり、はい、なんでそれ笑ってるんですか、日本人なんで聞くないで、俺最近ちょっと久しぶりにあの、YouTube とかで今夏じゃないですか、はいはいはい、あの、アユの You and Me を最近ちょっと、アユもなんか、あれを聞くとなんか、あー夏が来るみたいな、そうそう、そうですよね、グイグイえ、誰ちょ、G-SHOCK いらない場合どうすればいいこれ G-SHOCK もあのキラキラ、あの、アスマ君持ってるやつ可愛いですよね、あのね、ラメラメというかあれね、つけてね、
でしょ、清丸くん歌の方聞かないもんね。歌聞かないっすね。聞かないよね。そりゃそうだ。だって歌う機会もないしね。失礼だな。この野郎見てろよ。そういうことか。はい、よく言って言って。はい、じゃあ、CM 入ります。バイバイ。バイバイ初指名がやってきたぞ。しっかりお客様楽しませよ。面白いことやってよ。君いいじゃん。最近この仕事が好きになってきた。経験者大募集。うん、それにしてもみんな飲みますね。いやなんか飲みたくなりません？これだってだって飲み干さないとでしょ。これだっていや大丈夫ですよ。これあのうん早っ、うん、これ、これあの、うん、飲み放題のやつなんで。え、飲み放題のやつ持ってきたの？いやちょっと宣伝も兼ねて初回のお客様はこのワインが飲み放題なんです。グッとこうグッとこう前に出してあの、うん、メルロっていうちょっとあのミディアムボディーなものなんですけど、イタリアなんで、うん、すごく甘くて やっぱね、さっき安いって言ってたよ。やった。あ、なんか気持ちなかった。でもさ、これ冷えてたら美味しいね。ちょっと、ね、冷えすぎてかっこいいけどひと夏の思い出に。いや、優しいな、かっこいいけどってね。全然かっこよくないからね。いや、それ言っとかないとやっぱり俺も切られたくないから。痩せちゃったら俺来るから。来る。ないですか、まだじゃあ。いやいや、もう今ベルトの1個縮んじゃってもどうしようかなって新しいベルトそれ今まででかかっただけだろもうどうしようかどうしようかなみたいな。あー最高だな。安物飲ますなって言われてるよね安物飲ますな、確かにそう、ね、安物って言っても、うん、そんな簡単に手に入るものじゃないし、うんうんうん、味はこれ怒ってますよ値段の。あ、またもう怒ってるミーティングの時だこれ。いやダメだ。いやいや、おじさん、おちゃんとした前ここではちゃんとしたもの出そうっていうのがもうフェルなのに。そう、値段じゃない、あの、ほんとワインは値段じゃないですよ、誰と飲むか、うん、出た、また何回聞いたか分かんないんだけど値段じゃない、値段じゃない。いや、なんかね、もう値段じゃないですから、うんうん、ほんとさ、うさんさいもんなんかもう誰と飲むかなんだ。そうなんです。だから、バレンタインとかも、ね、ホワイトデーはどうするの？ホワイトデーですか、うん、やんねえよ。やんホワイトデーはやんねえよ。あれクリスマスだ。やんねえよ。期待すんじゃねえよ値段じゃない値段じゃない。誰といるか。誕生日何欲しいの？金金の家どうしようもねえわ。返しが早い。うん、家いいね、家いいな、家いいな。酔ってるのって、清丸さん。銀もいいねって。なんかなんとなく銀もいいね、銀もいいね。あれね、銀スマみたいな。夏、今年どうしましょうかね。夏これから夏になるじゃないですか。はいはい、また恒例のあそこですかね。いや、どこ？あれ？いやだからあのなんだっけ？去年どこ行きましたっけ？去年去年だからあのプール行ったじゃないですか。ああ懐かしい、あれね。うん、面白い、最高だった。うん、俺ら行ってないでしょ。ああ！行ったでしょ。ああ、なんだっけ言ったの？プール行ったの？忘れちゃった。なんだっけ？じゃあ初めは大磯ロングビーチ行こうとして、はい、あのなんだっけ？どうでしたっけ？読売ランド。ああ、え？読売ランド。いや、サマーランド。サマーランド。サマーランド。ああ、だけど、あ、行ったわそういえば。それはやめて、やっぱり海に戻ろうかっていう。あ、ね、海かサメ行くから嫌ですよ。サメ好きですよ。好きですよ。そっか、江ノ島あたりにサメこんなにいるから。あっちからさ、沖縄行っちゃったからさ、うん、江ノ島の汚い海入ってくねってなって沖縄行ったじゃん。サマーランドっていう。沖縄行ったじゃん。沖縄そう、行った行った。本当はもう行ってねえよ。そういう、サメ化しないよ。国内いないよね。そうだ。沖縄だから夏はプールにしようって言ってどっちも行ってねえよ俺。そうだ、海行きたいじゃん今年は。海に今年海がいいっすね。年前とかって近いから。でも江ノ島嫌だね。
江ノ島飛び越えようぜ。チャリで行ったところでしょ。え、じゃあ白浜チャリでいいじゃないか、チャリ落ちちゃった。白浜、まあ言ってもいいけど俺は入んないですけどね。いや、すんごい綺麗なとこある。あ、俺足のつけたとこまで。熱海さらにもっと行く綺麗なところですか。すんごいのいますから、そういうとこ。白浜じゃないだろ、これ。なんかあの、なんだっけ、なんだっけ、関東圏内で一番綺麗なエメラルドグリーンのなんか、白浜じゃないの。全然わかんない。うん、全然わかんない。行きたい、俺に合う、俺にやっぱ合ってますね、そういうとこは。そう、逆に今だからそのどこがいいか紹介してくれれば。入んないですよ。どっかいい海ないですか。いい海、おじさんの時水泳、おじさんの時のそうそうそう。ああ、そっか、でもそこ本当にやったもん。やっぱ関連おじさん、うん、やっぱ水泳、やっぱ水中でこうずっとこう横歩きでね、こう溺れてる、歩くか溺れてる。いい加減にするよ、本当に。目の前でお前ら言ってみろ、ほんと。何が水泳やねん、これ。シーウォーキングでしょ、それ。丸がつけてね。もう匿名だからって何も好きなこと言いやがって、このぶっ飛ばすもん、ほんと。カニカニっつって。いや、今面白いっすね。今面白い。完全に泳げてない。泳げるよ、俺泳げる。オスマン、カニやるって。うん、泳げる、みんな泳げますか、ここ。泳げますよ。マスマス泳げます。俺泳げないです。泳げないですか。なのによく海行きたいとか言ったもん。いや、あの海に入るじゃなくて、砂浜にいるのが好きなんですよ。本当に。え、埼玉の飛び魚って言われて。誰それ、誰それ。あんまり埼玉の飛び魚、何それ。あんまつかないね。いや、俺一回バロンさんに奢らされて死にそうになりましたもん。あ、そう。あ、そう。泳げないんだ。だから本当に俺無理っす。じゃあ何しに行く。だから海で、あの砂浜で酒飲んでるのが好きです。そういう建前は今いらないんですよ。なんか作っちゃってるもんね。そうですね。いやいや、それは若い時はナンパ目当てで行きましたけど。今は、今は、いや、今は、そういう話。それは海ってナンパじゃないですか。確かに。いやいやいや、なんでられない。いや、聞いて。海って言えばナンパって言うのって。そう、若い時はそれ目当て言ってたけど、今もうモテないから、そんなやる興味すらなくなっちゃった。ちょっと待って、昔はモテたんですか。うん、10代の時はモテた。モテた。でもホストやってからモテなくなっちゃったから、ホストやったらモテなくなるのかい。海ってもなんかね、全然そういうナンパとか思わなくなっちゃった。いや、でもさ、地元じゃモテるのは多分みんなモテてたんですよ。いや、地元でじゃない。ホスト始めて。ホスト、まあ、そうですよ。ホスト始めてやっぱ、世間を知るというか。うん。うん。おじさん、しょうがないですよ、それは。別に、あの、恥ずかしいよ。さすがっすね。かっこいいけど。こっちに来た理由は何だったっけ。俺も激モテだったんで、俺は、まあ、歌舞伎で通用するから。もともと横浜だったし。そうっすよ。横浜でやってて、激モテ。激モテで売れまくって。もう困っちゃって。で、歌舞伎に来て。行くとこないじゃん。激落ちくんみたいな感じ。激落ちくん。わけわかんないですね。やばいっすから。ただ合わせただけでね。で、歌舞伎来てから、売れまくった。あ、そうです、そうです。どんぐらいで売れたんですか。もう半年で完売になりましたよ。早いっすね。さすがだ、やっぱり。まあ言ったじゃないですか、激モテくんだよって。その時僕、清物さんに面倒というか、同じチームで。あ、そう。僕、あの憧れたホスト、清物さんでしたもん、銀座。だから今こんなギクシャクしてるんだ。だから俺、間に入ってるんだね。してねえわ。めんどくさいやつな。その話してましたもんね。一発目の給料がすげえ少なかった。あ、そうです。はい。いや、それ言うとマキさんに怒られる。500円。前借りしすぎて。まあ、違いますよ。今書いてあるから月給に一番欲しい。10年以上前の話なんで。これ言うとマキさんにマジで怒られる。何借りすぎて500円だった。お年玉。前借りしすぎちゃって。1ヶ月頑張ってお年玉ますね。いいわ。さすが激落ちくんですね。あら、キヨちゃん。はい。かっこいいってきたよ。いや、さっきから分かってるやつがいる。すごい。清丸絶対上手でしょ。何が。 LINE しておいで。 LINE ここにあるから。あ、ちょ違うとこ刺してる。第2番スマッパグループのフェルセン刺してる。あれ、あのコメント大事だから。歌舞伎町のおすすめのカフェ、あれほら、オーパスの前。セカンドカフェ。セカンドカフェだ。セカンドカフェ。あそこのパスタ大好きよ。ああ、みんな行ってる。オーパスなのかパスタなのかよく分かんない。オーパスのパスタがある。オーパスの向かいのパスタね。セカンドカフェ。オーパスの向かいにある。セカンドカフェ。セカンドカフェ。あれ、キヨパンマンって書いてある。あ、いい。キヨパンマン。いいいい。うん、俺過去の俺のこと知ってる子ですね。2階じゃなくて向かいです。向かい向かい。全然取れんから。おすすめだな、あそこ。うまいですね、あそこ。うん。ただ時間ミスるとやっぱ入れないですね、お客さんいっぱいになっちゃう。酒屋の隣っすね。で、バリアンと間。バリアンの通り。コーヒーの隣です。間違えてバリア入んない。コーヒーかっこいいけど。あれ、俺がやばい、やったことない。いいんですよ、今の拾わなくて。今日拾えないのさ、こっちも拾わなくて。俺一人言ずっと言ってるんですよ。拾ってくんないだもん。ダメだこれ。拾ってくんないと。ほら、わからない。でもさ、なんかこのメンバーとか、あと八重葉俊さんもそうだけど、いた時大体こんな感じだよね、喋ってる感じ。
なんか、この間あの、トウヤが、この大阪旅行の写真面白いっすねみたいな、見返してきてて、ラーメンの写真が出てきて、道頓堀の橋でさ、汗も脱いでて、俺とかの嫁だって、あれとかなんか見てて、すげえ懐かしいなっていう。あおじさんね、早口すぎて何言ってるかよくわかんないんですよ。なんか盛り上がるのはいいんですけどね、楽しそうに話してくれるのも。いや、興奮すると早口になっちゃうからね。早口すぎて、もしわけわかんない。一人で笑ってるんだよ。そうだ、そうだ。もう何言ったか忘れちゃった。忘れちゃったも何言ったか。あ、でも、次幹部旅行があるとしたら次どこがいいですか。北海道じゃないですか、次こそは。北海道、北海道、北海道。やっぱり。北海道、北海道。北海道、北海道。もう3体近く。幹部だけ。幹部だけ。これ3票みたいな。幹部だけだったら、ちょっと近場の海外行ってみたいね。そうだ、そうだ。じゃあ、キヨちゃんはね、あの温泉に行きたいなって。あ、温泉はいい、温泉は行きたい。でも時期考えて夏だったら別に、これ夏だから、これ九州かなって。ごめんなさい。あ、九州でも、あ、ダメか、ダメだね。え、九州、福岡行きたいなと。あ、僕も行ってみたいですね。え、したらなんか四国とかでもよくないですか。四国いい。行ったことないし、広、これ広島がいいんだと思うんですよ。行ったことないとこあげたら、それ多分野球みたいから。両手じゃ収まんないぐらいあるから。え、そりゃそうだろ。何が、やべ、これ聞いてなかったです、今。今日ね、暴走しっぽくない。どうしたんですか、なんかいいことあったんですか。10回言って1回当たりいい感じ。打率1割。一生懸命。いや、広島行ったらだって地元。つまんないですよ。つまんなくないですよ。ついでに俺、実家帰っちゃおうかなと思いますけど。なんで、え、つまんねー。いや、俺も北海道はありだけど、1日ぐらいは実家帰る。みんなが行ったことないとこって言ったら、新潟とかがいいんじゃないですかね。あ、新潟も。繁華街もあるし、温泉もあるし。おお、ご飯も美味しい。ああ、ご飯も美味しい。いい。あ、でも首都圏だとやっぱ四国もいいですね。さっき言ったけど。うん、でもそうそう。あ、確かに四国もある。ちょっと前か。でもなんか早くずっと食ってそうな感じする。なんか四国行ったら。ご飯美味しいだろうね。カツのたたき。ご飯だったらやっぱり。うまい、絶対。ああ、いいな。高知ね。高知ね。てか、もう早いな今日。早い。なんかこの感じ1時間ぐらいできたんじゃないですか。今度特番やりたいですね。あー、いいですね。合同とか。合同、オーパスと。ねえ。ちょっとあの、幹部だけで。あ、いいんじゃないですか。やりたいですね。あー、僕スープカレー大好きですよ。あー、いいな、美味しいの食べたい。マジックスパイス。マジックスパイス大好き。マジスパでしょ。うん。納豆入れて食べたい。あ、そうそうそう。あのね、納豆ね、合う。合うんですよ。すごい。あとオクラとか合う。あー、いいですね。ネバネバ系合いますよね。ネバネバ系。だね、銀ちゃんのバースデーが28日、日曜日。土曜日。あれ、その前にまだあるよ。土曜日だ。その前にもうイベントないですよ。ないです。あ、いや、放送が。放送まだありますよ、もちろん。じゃあ、来週も見てね、6時45分。またねー。踊っている感覚に投げかけるすべもなく溜まり込んだことに疲れ伝え込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らはこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。